皆さんこんにちは、ファウタ役の藤沢翔です。エルゴン役の野鍋修です。はい、本日はですね、ヘブヘリ出演キャストが送るゆるっと配信、その名もゆるヘリの出張版です。ありがとうございます。はい、いつもはね、屋内で室内で行っているんですけども、うん、はい、今日はなんとちょっと見てもらったらわかるかな、アニメイト横浜ビブレさんです。来ちゃいましたよ、横浜。横浜来たことある？初めて来た。初めて？初めて。どうだった？なんか今日降り立ってこういうなんかさ、うん、広いのよね。あ、まあ確かにね。そう、僕が知ってるアニメイトの店舗って、うんうん、店によってちょっと狭かったりするんだけど、うんうん、この店舗すっごい大きいの。そうね、俺入ってみてちょっとびっくりしたんだけど、ちょっと天井高くてびっくり。声が響く響くね。そう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 。中学校の頃とか、なんか特典の欲しさに、あの、めちゃめちゃ予約して受け取りとか、あと何、全巻購入特典みたいな、うんうんうん、ブルーレイを全部揃えてたんですよ、お金なかったけど入り口のところのさ、いつから何が予約開始ですみたいな、こういっぱい買ってあるポップ、うんうん、あれそう、あれね、アニメート来た感あるよね、うんうんうん、すごい感じがしますけども、はい、さあ今日はね、僕らもポップを書かせていただいたりとかね、グッズの紹介などさせていただけるということで、はい、早速やっていきたいと思いますよ。いってみよう、レッツゴー。へい、あー早いね。おー、こっち行きます。広いなぁ、めちゃくちゃあるじゃん。おお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 、来ましたー。はい、特設コーナー、こちらがコーナーになっております。はい、すごい画面なんかついちゃって。いや、特別感すごくない？あの、お店で直接見るのってどう、初めてじゃない？初めて。やばいよね、これ自分たちの商品ですよ、やばいでしょ。アニマチさんのね、こう公式ツイッターでブースの紹介なんかはね、うん、させていただいたんですけれども、うんうん、見えて嬉しいね。 CD がここに、ちょっと CD CD 見てください。ちょちょ、はい、こちらこれですね。今回発売しましたファースト EP アルバムになっております。はい、お名前は、天国から落ちた天使、そして地獄から落ちた悪魔となっております。はい、いや、まじ CD 化になったのをまじまじと見るとすげえ感動するんだよ。いいね。 CD 以外にもね、こういろいろグッズが缶バッジだったりとか裏バッジだったりとか並んでおりますと。そうね、ちょっと全部揃えてこんな感じに並べてみたらやばいかもしれない、家にね、うん、今日はここに装飾をさせていただけると。はい、そうなんですよ。完成されてるものにプラスアルファですからね、ちょっと一番目立つようにやっていこう。はい、というわけで、うん、先ほどのブースにね、飾るポップを僕たちが作らせていただけるというわけで、はい、ここでね、書くんだけど、ここで書いていきましょうと。どっちからやりますか？それはね、ちょっと難しい問題なんですけど、俺が書いた方がいいかな、先輩だしっていうところもあるけど、でも後輩を立てるために後輩が先に書いた方がいいんじゃないかなっていう気持ちがあるんだよね。そうだな、先輩に譲りたい気持ちもあるけど、先に書いてハードルを下げたいという気持ちもあるんですよねどうしようか、じゃあじゃんけんしときます。じゃんけんしようか。そうですね、どっちにする？じゃあ、勝った方にしよう。あ、勝った方にする？いきますよ。最初グー、じゃんけんぽい。ウェイウェイ。というわけで、はい、私野鍋から書かせていただきます。はい、じゃあしゅうくんが書いてるところを僕は見守りながらヤジを飛ばしたいと思いますので、よろしくお願いします。では書いていこう、レッツゴー。どうしようかな。まずちょっとね、イラストをね、書きたいなと思ってるんですよ。あ、いいね。イラストと、あと何書こうかな。エルゴンを押してくださいって書いておこうかな。ちょっと見ながらね、アクリルキーホルダー見ながら書こう。いや、ちょっと緊張しますよね、これね。緊張するよ、これ。そんな絵なんかさ、よかった、一発目じゃなくて。あー、先輩でも、これもっと細いペンにすればよかったね。すごい。あー、こっちにもね、あるからね。あ、でも、うまっ。うまいね。本当ですか、上手大丈夫ですか、エルゴに見えます？え、大丈夫？うまくね？大丈夫かな、うん、すっごい心配。その悪気を見ながら反対の顔で描けるところがすげえ。俺もその通りにしか描けないよ。いやもうね、絵を描くのもね、怖いんですよ。いや、今度はファート役藤沢翔のターンになりました。翔さんのターン。あー、どうしようかな。どんなの描くんですか？いや、ちょっとイラスト描こうかなと思ったけど、はいはいはい、なんかイラスト多分下手くそだから、ちょっとなんか文字で攻めようかな。決め台詞とかね、こうファウタらしい言葉とかね。そうね、うんうん、ちょっと待って、文字書いたらもうすぐ終わりそう。
買ってくれたら、まあまあ1枚じゃなくてもね、いいし、あ、確かに確かに確かに、うん、まあ買ってくれたらね、ちゃんとしかもメンバーカラーで描いてるし、もちろんです、しかもなんかよく見たら今日メンバーカラーで来てるしね、服で、ありがとうございます、今日は実はですねハート君色のセットアップで来ております。そういうこと何も考えてなかった僕、まあ、やっぱキャラクターを愛しているんで僕は、いやもう髪の毛赤い、髪の毛赤いからいいかなってね、まあね思ったよ僕は、まあねまあね、まあ、せっかくの機会だからね、さあどんな完成になるんでしょうか、皆様には後ほどお見せしたいと思います。というわけで、うん、ポップの作成が終わりました。終わりました。こちらが完成形となっておりますよ。さあこちらをですね、はい、ここに飾り付けしていきたいと思います。はい、ここにねキャラクターのいろんなねイラストもあるんで、ね、イラストもあるからね。ちょっと可愛く貼っていきましょう。しょう、どうしようかな。こういうとこつけてもいいかな。いやもうせっかく来たんだからさ、もう行っちゃ、うん、上に行こうぜ。行っちゃうぜ、うん、もうここにね。ポンってね。ほらちょっと。もう一個書いてからどこにあるか、ちょっとこれに貼っとこうかな、ここにしよう、うん、はい、みんなのね、メンバーカラーをちょっとね、入れたんでね、みんなも喜ぶでしょう、はい、そうだよ、俺なんか自分のことしか考えてないんだいや、そんなことねえよ意外とでも、結構大きいポップでキャラクターいっぱいつけてくれてるんでね、確かにね、そうそう、もうなんか目立つようにね、したいもんね、そしたら、せっかく自分が、自分のやつ自分のここに貼っとけばいいんじゃない、こうやって、あ、確かに、ファンタ参上してるから、じゃあ息子に貼ってあげようか、エルゴもここに参上させてくれ、いいよ、ここでかぶるからちょっとここに斜めに、ありがとう、行きたいと思います、はい、あ、いいね、あと誰がいない、誰がいない、2人一番ずつを貼ろう、うちのリーダーがいません、うちのリーダーがいません、なリーダーな、一番上に貼ってなんか調子乗られても困るからな、ちょっとな、誰だ、ペギーか、俺ペギーがいね、ちょっと俺より下のところに来てよ、じゃあちょっと俺の近くの俺の下にいてくれ、よしリーダー、これでちょっと俺がねリーダーっぽいよ、ね、これでいい配置だと思います、完成でございます、完成です、はい、さあこうね僕らの描いたポップの横にね、うん、キャラクターの貼ってみたりとか、みんなとりあえずちゃんと貼ったから許してこちらサイン色紙もね、はい、なんと書かせていただいちゃいましたので、なんと光栄なことに、ね、こちら飾ってありますのでね、ぜひぜひ見てあげてください、うん、見に来てください、よろしくお願いします、ちなみにですね、ここに置いてあるグッズは他のアニメートさんにも、ありますのでね、うん、お近くのアニメートさんぜひ足を運んでみてください、はい、お願いします、こちらの棚はですね7月31日までこちらで見ることができるんです、なのでね、ぜひ横浜ビブレ店さんに、うん、来てください、そしてですね、はい、本日こちらにも飾ってあります僕たちのファースト EP アルバムなんですけども、この発売を記念してなんと6月25日土曜日にお渡し会とサイン会を開催することになっております、うん、はい、詳細はアニメイトさんの公式ホームページやヘブヘリ公式サイトに、掲載されておりますので、うん、ぜひそちらでチェックをお願いします、はい、よろしくお願いします、いやみんなで会えるの楽しみだね、いやもう本当にあの、うん、初めてのイベントなんでご一緒できるのを楽しみにお待ちしております、これからもどうぞ応援よろしくお願いします、よろしくお願いします、バイバーイ、バイバーイ。